1人が死亡、5人が搬送されたことを受け、鉄道事故調査官が JR 西日本の関係者に聞き取りを行いました。昨日午後6時過ぎ、JR 灘駅のホームで、尼崎市に住む23歳の男性が快速電車に飛び込んで死亡したほか、電車に弾き飛ばされた男性にぶつかるなどして、ホームにいた30代から60代の女性5人が打撲や気分不良で搬送されました。乗客およそ750人にけがはありませんでしたが、車内に最大2時間閉じ込められて、線路上を歩いて避難しました。ドーンっていう人が当たったような音じゃなかったです。送電が止まって、エアコンも効いてなかったので、やっぱり時間が経つにつれて座り込んだりとかいう。事故を受け、今日、国の運輸安全委員会から派遣された鉄道事故調査官が JR 西日本神戸支社で職員に対し事故が起きた状況などの聞き取りを行いました。この事故では上下線の205本に運休や遅れが生じたほか、およそ8万8000人に影響が出ました。昨日現地で取材をしていたんですけども、電車はですね、駅からかなり数百メートル離れていまして、乗客からは急ブレーキを踏んだということは聞いて、そんな感覚はなかったということだそうです。そして通勤通学のラッシュの時間帯でしたので、かなり混雑した車内でした。そこに一部エアコンが効いていない車両もあったということで、最大2時間です。かなり体調不良の方も運ばれている方もいらっしゃったということです。フロントガラスが割れていて、もうすでに車両が動かせる状況ではないとアナウンスが車内で流れていたということですから、もう少し早く車両の外に乗客を避難させるという判断が必要だったと思います。